5番6番でスタートしました。ほぼ差のないスリットもわずかにセンター勢か。3コースから3号艇寺田君1着勝負、伸ばしてくるが1号艇高田光が抵抗。先頭1番高田五輪、2番手6番雲野五輪、3番手は4番池田五輪。競艇フリーダムでは現在、競艇で稼いでる方法を公開中。競艇が好きな人も、競艇を知らない人も、簡単に取り組める方法だよ。俺はもともとサラリーマンで、辛い日々を送ってたんだけど。その後、稼げる方法に出会い、人生が急上昇。俺と同じで、社畜から抜け出したい、脱サラしたい、稼ぎたい。そんな人のためにも、稼いでる方法を公開することに決めたんだ。詳細は動画の概要欄をチェックしてね。